い、本日はですね、2024年3月の売り上げを発表していきたいなと思います。 37.5 度っていう、まあ、特殊な生地使ってやってみようかなっていうので、ようやくスタートが切れる一歩手前まで来ました。はい、本日はですね、2024年3月の売り上げを発表していきたいなと思います。ということで、毎月やってる売り上げ発表と、あとですね、アメリカ進出の進捗状況についてもね、お話しさせていただきたいなと思いまして、毎月この1回の、報告の時にアメリカについてもどうなってるんかっていうのもね、どんどんお伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。では早速ですね、売上の金額から発表していこうということで、よろしくお願いいたします。ではデータから見ていきます。先月のデータがですね、こんなん多分やってる人いてないと思うんですけど、僕も極力ね、そういうなんてあんま隠さずに全てやっていきたいなと思っておりまして、もちろん言えないところもあるんですよ。取引先さんが言わんといてほしいっていうこともあるし、公表せんといてほしいっていうところもあるので、そこは言わないんですけど、僕が言える範囲のことであればね、お伝えしていって、誠実に皆さんと向き合っていければなと思ってますので、よろしくお願いします。ではですね、3月っていうのがですね、1953万2088円ということになっておりました。まあ、売上としてはですね、歴代2位という結果が出まして、本当にありがたいなと思ってます。いつも皆さんありがとうございます。まあ、これに関しては、売上が高かった理由って、値上げがあったからっていうところで、値上げ前に購入していただいたっていうのが要因になってるんじゃないかなと思います。順位も見ていきたいなと思うんですけど、順位が今どうなってるか、多分だいぶ落ちてると思うんですけど、39位ということになっております。昨年の12月ですか、この5位まで行って、その次の月もまた8位におるとかっていう幻の期間があったりしたんですけども、またグッと落ちてね、2月が45位で、3月が39位ということになってますので、ただ売れてる金額を上げるっていうわけじゃなくて、買っていただいて皆さんに喜んでいただいたら、おのずとまた2回目を見てあげよう、3回目も見てあげようと思っていただけると思いますので、この一個一個に対して全力でね、僕はやるっていうのはもう変わらずにやっていきたいなと思ってます。で、皆さんがいただいたレビューとかも見ていこうかなと思います。今回新作とかも結構あるんですよ。で、そのお伝えもしていきたいんですけど、まずはボディバッグですね。悩んでいましたが、値上がり前に購入することができましたということで、喜んでいただいてよかったです。あとロンティですね、184センチ79.5キロで XL でドンピシャでしたということで、この生地肌触りは今までに経験したことがありませんということで、喜んでいただきました。まあ、これね、日本の工場さんで、糸から、生地から縫製から、全部もちろん作ってもらってるんですけど、めちゃくちゃこだわりがあって、この肩の部分ってあるじゃないですか、 T シャツってこの肩の部分って縫われてるじゃないですか。この縫う生地って大体普通別の生地使うんですよ。肩用の生地っていうのがあるんけど、その肩の生地ですらこれの余ってる生地を使ってるから、めちゃくちゃ贅沢やでって言われて作らせていただいております。しかもコーデュラブルゾン買って、アウトラストのパンツも買ってくれて、ボディバッグも買ってくれて、もうコーディネート全身ですからね、嬉しいなと思います。靴とかに関しては、僕はもう何でもかんでも作るつもりないので、ほんまは作れたらいいですけど、今世の中にある靴の方がクオリティ高いなと思ってるので、僕が作るよりもね。だから靴に関しては多分、参入しないと思いますので、またそれもおすすめあったらお伝えしていこうかなと思います。他のブランドでもいいのがあればね、T シャツとかにも関係なくどんどんお伝えしていこうと思いますので、よろしくお願いします。171センチ62キロで S サイズで購入しましたということで、私が求めていたちょうどいいサイズ感でだいぶ満足しましたということで、初めてこのようなお高い、高級生地のナイロンティーを購入しましたが、素晴らしい手触りで、もう安いのに戻れませんということで、喜んでいただいて嬉しいです。で、前回のスビンもお手で、今回のシーラインドッシュもさらにいいものなんだろうなと言って買っていただきましたと、見た感じも全く別物と言っていいぐらい質感が違いましたということで言っていただきました。スビンのね、特徴は、いいとこっていうのは、少しこうツヤ感のあるような感じっていうのがすごいいいところなんですけど、逆に言うとちょっとシワができやすいっていうデメリットもあるんですね。で、これは僕も作っていく中で感じていったんですけど、今回のシーアイランドショーに関しては、どっちかというとツヤ感はないんやけども、シワになりづらいっていうところがね、で思っていただいたらいいんちゃうかなと思います。で、あとは黒パンとか 170cm60kg で S サイズっていうことをやったり、グレーパンツですね、グレーパンツも 171cm62kg M サイズ、思ってた通りの高品質なパンツでヘビロテ確定ですっていうことで喜んでいただきました。実はグレーパンツ以外にも別カラーももう一個作ろうかなと思ってて、パンツって黒とグレーって大体大人の人で使うじゃないですか。で、もう一個この色を使うよなっていうのが僕の中であるんですよ。その色を作れるかなと思って、今年の夏ぐらいにサンプル上がってくるんですけど、今染めてもらってる段階でね、いつかは究極の黒パン、グレーパンでなんとかパンっていうのがまた出てくるかなと思いますので、また楽しみにしててください。形も全く一緒、グレーパンツも全く一緒 でシャツ、僕これ今着てるやつですね、 170cm60kg で、肩幅広めで S サイズでちょうどでしたということで、オーバーサイズに着たい人はワンサイズ上でもいいかもしれません。サイズ効果も対応してくれるので安心して購入しましたということでした。で、あとはネックレスですね、妻に、誕生日プレゼントとしてネックレスを買ってもらったということで、173cm78kg の自分には50センチでぴったりですということで、喜んでいただいております。次、Gパンなんですけど、裾が長くて6センチほど折らなきゃいけないんですけども、なんかいい裾の折り方 YouTube で動画で教えていただければ嬉しいですということで、6センチだと2ロールぐらいしやなあかんかもしれないんで、1ロールでいければ一番綺麗かなと思うんですけど、折っていただいて、もし仮にアイロンするんやったら、アイロンするのは全然いいんですけど、アイロンした状態でずっと履いちゃうと、このアイロンした生地のこのなんていうの、この曲がってるところって皮脂めっちゃ
まるんですよね。別にこれってジーパンだけじゃなくて服もそうなんやけど、でこの形のままにしとくとここに皮脂溜まってってこっからね切れ出すんですよ。だからジーパンもそうで、ロールアップこうやって一個してそのまま置きっぱなしにしちゃうと皮脂溜まって破れてくるので、解決法としては別に戻すとかやらんでいいから、普通に洗濯してくれたら皮脂って落ちていくので長く履けるっていうところがありますので、そういうところでちょっと注意していただけたらなと思います。ちょっと折り方の説明にはなってないけど申し訳ないです。で次がねコーデュラブルズなんですけど、これねありがたい提案で、袖口がゴムじゃなくてベルクロの方がいいんちゃうかってお声いただいて、早速これ今サンプル作ってます。サンプル作ってほんまにベルトでいいんかどうかっていうのもちょっと見てみないとわからないんで、やっぱベルトにすると一気にアウトドア感みたいに出る可能性もあるじゃないですか。だからその辺だからもうちょっと使ってみやなわからへんなっていうことで、これほんまに皆さんにいただいたお声を全部素直に受け止めてね、いろいろものづくりしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。っていうのも僕自身も素晴らしいアイテムをいっぱい買わせてもらってるんですね。いろんなブランドのもう過去何万部使ったかわからないぐらい買わせてもらってるんですけど、それってめちゃくちゃ素晴らしくて僕にとっては良かったなって思う出会いいっぱいあるんですけど、ただ自分にとってこれ完璧なんか、例えばシャツにしてもジャケットにしてもこれ完璧なん、ボディバッグにしても完璧なんって言われた時に、あちょっと完璧じゃないかもしれんなっていうことで、それやったら自分が完璧にしていこうっていうことで作らせてもらってるので、よく僕のアイテムの中で廃盤アイテムってあるんですよ。途中までサンプル作ってるのに、おいやらんのかいってやつ、途中でやめましたとか言ってサードサンプルとかフォースサンプルまで作ってやめましたってあるんやけど、それってさっき言ったみたいな感じで、いろんなブランドさんの素晴らしいもん僕触らせてもらってるから、自分にとって80点とか90点のものっていっぱい世の中にあるなと思うんやけど、それを100点にしたいなって僕は思って作ってるから、100点にならへんのやったら、出す必要ないじゃないですかって考えた時に、廃盤にするっていうのが僕の責任の取り方と思って、パンツ、コーデュロイのパンツとか、あと半袖のシャツとかもうまたこれとは違う生地で作ってたんですけど、うまいこと作れなかったからもう廃盤にしたっていうことで、世に出る前に廃盤にしてるんですけど、そういうふうに、僕が出す時はもう覚悟を決めて100点やと思って出してますので、その中でも皆さんがこうやってレビューいただくじゃないですか。いやこういうふうにした方がいいよ、こういうふうにした方がもっと良かったんちゃうかっていただくってことは、僕が多分100点と思って出さへんかったら絶対もっといろいろ思うことあると思うんですよね。でそれって買っていただいた方に申し訳ないじゃないですか。だからちゃんと自分の中で100点まで徹底的に追い込みたいなっていうところで、そこで関わる人がちょっと多くなればなるほど大人に止められるので、極力少なく僕は自分で工場行って工場さんとやり取りして、工場さんがいいよって言ったら作ってくれるので、そういう風にしてやり取りさせていただいております。新作に関してなんですけど、新作に関してはこうやってブレスレットもうちょっと作ってみようかなと思って、僕今まで作ってたのっていうのはこう細いやつね、今こうやってネックレスとかとあるような感じのこう細いタイプっていうのあったんですけど、なんかごついタイプとかも1個あってもいいんかなっていうワンポイントでね、特にこっから T シャツがになった時とかにワンポイントあっても可愛いんかなと思って1回ちょっと作ってみました。画像こっちにも出てると思うんですけど、この輪っかがこう重なってるような感じで、存在感あるような感じで、いろいろ太さもちょっと考えたんですけど、一番この太みがいいかな。もう1個太くするとだいぶいかつになったんですよ。もうめちゃくちゃいかつ、893になったんですよね。要するにどんな職業って言われたら893の人みたいになってから、ちょっとこれやめとこうと思って、もう名前を893ブレスレットにしなあかんくなってくるから、それちょっとまずいなと思ってやめたりしたんですけど、こんなも近々出るかなみたいな感じで思ってます。でこのチェックの中綿シャツ、これに関してはもう冬場出すので、これ10月か11月ぐらいか出すんですけど、初回生産が、そんなに量作れてないので、ブルーとグリーンとレッドの3色でいこうかなとは思ってるんですけど、2回目は量作ると思うので12月ぐらいが2回目になるんちゃうかなっていう予定で、今工場さんにスケジュールそれで出してて、10月が1発目、12月が2発目でいきますかみたいな。やっぱりアパレルって7月8月から忙しいんですよ、縫製工場さん。だからなかなかそこの間に隙間にこう掘り込まれへんから、そんな感じになってるんで、皆さんに申し訳ないんですけど、そういうことがあったりだとか、あと紳士ショーツって言って、紳士が履くためのショーツ、普通紳士って履かへんやないかいってなるんやけども、紳士は長ズボンやっちゅうねんって感じやねんけども、あえてその紳士にショーツを履いてほしいなと思って、丈をちょっと長めにします。で丈長すぎるやつってなんていうの、ちょっとこういうなんかオーバーサイズみたいなショーツもあるんやけども、ちゃんとある程度の丈があって安心して履けるのってあんまないから、それを 37.5 度っていう、特殊な生地使ってやってみようかなっていうので、紳士ショーツ、これはもう言ってる予約販売スタートなんかな、ちょっとわからないですけどそうなってると思うし、 T シャツも、これ着てる T シャツもレビューも皆さんいっぱいいただいたんですけど、新色が追加されるので、これ大体皆さん黒やと思うんですけど、黒じゃないんですよ。白ともう一色また出るってことなんで、またそれも、商品ページで反映されてるかちょっとわからないですけど、インスタグラムかの方で発表していきたいなと思っております。もしかしたらもう出てるかもしれないですけど、というのが新作の情報になってました。でアメリカ進出なんですけども、今まで何をしてたんか、この半年間何をしてたんかというと、今現状はですね、ようやくスタートが切れる一歩手前まで来ました。だからまだスタート切れてない、ただ5月中には切ろうと思ってますので、今この4月の後半ですか、やったらもう言ってる間に1ヶ月もせんうちにスタートは切り出すと思うんですけど、これまで何してたんかというと、特許の申請、そのジャパンメディアのロゴの申請とか、そういうのを海外またぐとやっぱりめっちゃ時間かかるんですよ。でそんなんあったり、あとサイトを立ち上げたりとかっていうのもあったり、そういうところでもろもろと、僕自身がもっといろいろ早く決めれ
れば動けれてたんですけど、まあ、遅くなったってことなんですけど、まあ、ここからもギアやっぱ上げていきたいなっていうことで、まあ、来月から一応スタートはするんですけど、あのお店と一緒スタートしても誰も入ってこへんかったら0円なんですよ、ずっと。だから、まあ、そういう状態なんで、まあ、最初は気長に、まあ、0円が続いたとしても、どっかでね、この夏過ぎたか秋ぐらいになったかわからんけど、毎月加える売り上げ発表して、いやこれ新作なんですよ、どうなんですよって喋ってて、まあ、今月も0ドルでした0ドルでしたってずっと言ってんねんけども、どっかのタイミングで売れたんですよっていう話がどっかできるかもしれんから、ってなったらそこがようやく0を1にした瞬間やと思うんですよね。でそれって必ず今年中に起こそうと思ってるので、今月はまだスタートできませんって話だけど、もう来月、要は4月の売り上げ発表する時って5月末になってると思うんです、その時にはスタートしました、アメリカ売り上げはなんと0ドルですみたいな話をするかもしれないので、まあ、そんな感じで毎月毎月日本の売り上げもそうやけどアメリカの売り上げもね、発表していきたいなと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたしますということになってます。新作ね、皆さん本当に楽しみにしていただいている方もいらっしゃったりとかして、ありがたいんですけど、そうなった場合、再入荷とか、その入荷ボタン、入荷通知みたいなのあるので、それを押しといてもらったら、もう、ぼーっと忘れといてもらって、もう飲みに行ったりなんかしてもらったりしといてもらったら、なんか直近だったら連絡来ます。なんかそろそろ販売されますよ、みたいなのが1週間前とかに来て、その販売の30分前にも確か来たと思うので、そんな感じでアナウンス多分来ると思うので、気になる方はそういう風に見ていただけたら嬉しいし、いやいや、俺ちょっとまた様子見とくわっていう方なんかは、インスタグラムとか、まあ、この辺でまた徐々になんか喋ったりしますので、また見ていただければな、ということで本日ですね、売上発表させてもらったという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。